ダンス歴はもう11年ぐらいです。で、9期のオーディションも受けてました。たかしさん、じいさん、こんばんは。ありがとうございます。ダンス歴史11年。ありがとう。すごいって。嬉しい。ありがとう。ダンスは、5歳からアイドルになりたくって初めて、NMB の曲も踊ったことあるし、HKT とか AKB とかもいっぱい踊りました。開き直ったアジさん。アーシャで V サインしてたのがいい意味で気になりました。嬉しい。写真撮るタイミングで見つけてくれる人がおったらいいなと思って。ピースしました。ハッチさん、初見、ありがとうございます。メグさん、ほんまに可愛いです。ありがとうございます。嬉しい。今日はちょっと学校あったから、凝ったメイクとか髪の毛とかできなかったので、明日もっと可愛くするので、明日も見に来てください。とつろさん、即戦力や。ありがとうございます。ほんまに即戦力になるつもりで、オーディション受けてるので、もう、この NNB 受けるのも4回目やし、歌とかダンスも習って頑張ってるので、自信があります。はだちゃん、こんばんは。ありがとうございます。来てくれてありがとう。イレブンさんもギフト投げてくれてありがとう。タラさん。何かやっていたスポーツや武道はありますか？小学校5年生の時に1年だけ、小学校5年生から6年生までの間でバスケを1年だけしてました。けど、ちょっとダンスを頑張りたいから1年でやめたんですけど、ほんまに運動ができなくて、で、たまに少林寺拳法の道場に行ったりとかしてたんですけど、昨日初めて空手やってみて体験に行ったんですけど、ほんまに筋肉痛がすごくて、もう腕もやばいし、太ももふくらはぎも腹筋も筋肉痛で、もうちょっと見てほしいんですけど、やばくない？これ、私筋肉ムキムキなんですよ。もっと、華奢とかになりたいんですけど、ちょっともうちょっと頑張ります。カジズさん、はじめまして、ありがとうございます。ギフト投げてくれてありがとうございます。アンフックさん、頑張ってください。ありがとうございます。タカジンさん、18位まで落ちちゃったね。ちょっと、お休みしてる間に、落ちちゃったんですけど、またこれから頑張りたいと思います。猫舌、監督さん、こんばんは。ありがとうございます。すごい、ピカピカ。すごい、ピカピカ。ピラピラさん、ありがとうございます。安井春子さん、もうありがとうございます。カチカチやないか。筋肉、すごい腕。そう。もう、すごいんですよ。でも、ほんまに、11年ぐらい、ダンスしかやってきてません、ほぼ。ほぼダンスしかしてないけど、筋肉つきやすくて、大きいってなってます。空手、少林寺拳法、かっこいい。ぜひ、道着姿見てみたいです。でも、道着着たことないです。体験ばっかでしかなかったので、道着着れるぐらい、になれたら、いいなって思ってます。木下光栄さん、いい筋肉だね。ザブングルか。ありがとうございます。でも、筋肉あるとね、やっぱり動きやすいから、ダンスもね、動けるから。道着姿見てみたいです。見せられるように。でも道着持ってないんで、ちょっと買おうかな。ピロピロさん、筋肉すごい、めっちゃ有能、有能？有能かな？嬉しい。ミーミーさん、初見です。ありがとうございます。
ハチさん、何系のダンス？ガールズヒップホップっていうジャンルで、結構女の子らしい動きが多いんですけど、アイソレーションとか、こう首の動きだったり、この胸を出して、戻してみたいな動きとか、こう、ウェーブとかやるんですけど、でもウェーブあんま得意じゃなくて、アイソレーションが得意です。ヒゲジしんちゃん先生。出身は大阪です。ホワイトボードあんのにさっき使ってなかったから。書きます。大阪出身です。ハーモニクスさん、こんばんは。ありがとうございます。ピルピルさん、アクロバットとかできるの？アクロバットはできん けど、なんか、ちっちゃい時、小学校低学年とかは、なんか、こう逆立ちして、そのままなんか起き上がったりとか、なんか、できてたんですけど、なんか多分もうできひん。で、どんくさいから、怪我しそう。小野ピーターさん、はじめまして、ありがとうございます。こんばんは。初見です。ありがとうございます。ゆうさくさん、ありがとうございます。18番の、ゆまちゃんです。はちさん、なるほど。ハッピーさん、初見です。のぶたろうさん、こんばんは。ありがとうございます。のぶくさん、その首の動き絶対できないのよね、いつも。これは、でも、5歳から始めて、多分できるようになったんは、5やから、8歳とかかな。ほんま全然最初できひんくて、なんかめっちゃ練習してました。なんかこうやってして、うわ、ハートありがとうございます。ハート投げてくれた。あ、みんないっぱい。イレブンさん、カジツさん、安井春子さん、ピロピロさん、ギョル、ミョンジャ、チャ、さん、たかじんさん、はちさん、あすからさん、ジャックさん、ギフトありがとうございます。嬉しい、ありがとうございます。首ほんまにこれはめっちゃ、こうやって耳をつけるって言われて練習しました。音福さん、手、わかめみたいな動き。全然得意じゃない。なんか順番に動かしていく。え、でも、今もまだまだで、最近ヒップホップを頑張ろうと思って練習してます。皆さん、はじめまして。ゆうさくさん、頑張って。ありがとうございます。ヒゲじい、しんちゃん先生。息子が宮古島にいる。僕も昔、大阪にいたよ。西中島。ええー、そうなんや。大阪住んでます。ナンバー。NMB。果実さん。ああ、ペンライト、ありがとうございます。ダンス上手いのに、どんくさいの。どんくさいんです。もうちっちゃい頃からほんまにどんくさくて、自転車も、今も自転車こぐん苦手で、もう普通にダメなんですけど、片手運転がほんまにできひんくて、歩き移動が多いです。ほんまどんくさい。もう家族とか周りからずっと言われてきました。白田さん、肩こり治りそうな動き。肩こり治るが、もう肩も結構凝るってか、ムキムキ。肩こりやすいかも。だしかずさん、こんばんは。こうじさん、こんばんは。さあちゃんさん、こんばんは。はちさん、ちら、ありがとうございます。JMH74 さん。18番の、NMB48 アイドルグループの一員として、どのような目標を持っていますか？京セラドームに立ちたいです、メンバーとして。で、研究生の間としては、お披露目会の時にセンターを取ります。取りたいです。で、私のそのアイドルになってどんなことがしたいかって言ったら、まあダンスをずっと頑張ってきたので、ダンスが上手い子として
認識してもらって、ダンスでグループ引っ張ってったりとか、リーダーシップ、昔からリーダーとかを、の役割とか、生徒会とかにも入って、みんなを引っ張る立場っていうことに立つのが多かったので、そういうところにも自信があるので、頑張りたいと思ってます。シロタンさん、アイドルは、自転車乗らんでいいの？俺がアッシーくんすんで。自転車、でも自転車移動めちゃめちゃ楽。ソーダさん、はじめまして。ありがとうございます。ハチさん、二度目まして。ありがとうございます。ナオさん、こんばんは。タカラノさん、こんばんは。ヒゲジー、しんちゃん先生。9期の29番、ちゃんだね。あ、覚えてる。覚えてくれてる。三重丸ついてる。おっとりかわいい。関西人。嬉しい。覚えてくれてる。前は福ちゃんっていう名前でさせてもらってました。今回は、ゆわちゃんです。カジさん。じゃあ、よくこけたりする。こけます。こけるし、足めっちゃぶつける。めっちゃぶつけるし、なんか服とか踏んでいつもこけそうになってます。大福さん。生徒会美女。そんなことない。けど、生徒会は、こう、生徒のみんなの前に立って、こう、文章書いて、放送で読んだりしてました。読んで投票してもらうとか、やってましたね。あと、体育祭で、なんか、学校の旗持って歩くとかもしてました。ブルスケさん、こんばんは。ありがとうございます。野球のおたじさん、18番は野球ならエースナンバーのいい数字ですね。野球、いい数字なんや。野球は、やったことないから、あまり見ない、普段見ないからわからないんですけど。小さいおさん、初見です。ありがとうございます。コロワさん、また来たよ。ありがとうございます。来てくれてありがとう。JMH7438。NMB48 アイドルグループに入ったら一生懸命練習する覚悟はありますか？あります。覚悟しかない。自信しかないです。今、ダンスやってて、やっぱり、イベントとか作品を出すってなった時は、そのポジション争いがある。あ、星ありがとうございます。ありがとうございます。ポジション争いがあるので、やっぱそういう時は、めっちゃ練習するし、絶対センター取ってやる。絶対前に行ってやるって気持ち。絶対休まへんし、なんか体調管理とかもすごい気をつけてて、めっちゃ負けず嫌いやし、絶対、その自信はめっちゃあります。スティナーや。こんばんは。ありがとうございます。海外の方かな。こんばんは。ありがとうございます。りょうたさん、こんばんは。ありがとうございます。さっきのお二人、石田ゆみ先輩もダンス以外の運動は苦手ですから。めっちゃ一緒、めっちゃ一緒。でもゆみちゃんめっちゃ大好き。ダンス上手で可愛い。ザンちゃん、お疲れ様です。ありがとうございます。ザンちゃんって前、ザンさん、前来てくれてた気がする。ハッチさん、さっきの配信でグループ引っ張る自信あるって言うと、根拠は、今、そのダンスやってるってずっとお話ししてるんですけど、今、24人いるクラスの中で一番年上で、その練習をする中で先生に任せてもらったりとか、そうですね。学校でグループワークとかするってなったときは、自分がリーダーになるって手を挙げたりとか、あと今、学校の勉強、プラスで英語の勉強も頑張ってて、そういうときに、なんかイングリッシュキャンプみたいなのを学校で企画があったので、それに参加して、その時は1年生やったんですけど、2年生とか、年上の方が集まってる中でリーダーしたりも。してたので自信があります。あとグループ活動とかでもリーダーで自分で練習メニュー考えたりとか、イベントで MC とかも歌もしてたので自信があります。ダンちゃん、
二度目ましてありがとうございます。ひげじいしんちゃん先生、背が少し伸びたので、かわいさ、爆増中。ありがとうございます。身長2センチぐらい伸びました。2センチだけやけど。どうしちょうです。カレンタンさん、初見です。ありがとうございます。18、大勢の観客の前で演奏することになった場合、プレッシャーに耐えられますか？耐えれると思います。緊張はめっちゃするけど、その緊張はいい緊張やと思うし、そのために準備するから大丈夫やと思います。アニーちゃん、こんばんは、ありがとうございます。ザンちゃん、指覚えてくれてて嬉しいです。もう、私も嬉しいです。かつのりさん、初見です。ありがとうございます。ダースピ、ダーニャさん、こんばんは、ありがとうございます。ハトちゃんさん、こんばんは、ありがとうございます。また来てくれた。外国人のゲストがあなたのパフォーマンスを見る場合、英語が役立つかもしれません。英語役立つ。やっぱり、英語をいっぱい喋れると、この世界、大阪から世界へって言ってる目標とかも貢献できるというか、いい活躍できると思ってるし、やっぱり英語喋れると、いろんな人と会話できたりとか、あと、すごい言語に興味があって、英語の勉強も好きで、英検準2級取ったりとか、次は2級取ろうと思ってて、英語好きです。ハチさん、なるほど、人一倍頑張らない。ね、応援するよ、ありがとうございます。応援してくれてる。果実さん、イワちゃんのキャラと話し方、癒されるわ。積極的なところもあるし、積極性。確かに、積極性は結構、あるかもしらへん。嬉しい。癒される。なんかそうやってやってもらえるのが一番嬉しいです。渡辺さん、こんばんは。ありがとうございます。私は流暢な英語を話します。すごい。すごい。全然なんか流暢じゃないけど、イングリッシュキャンプとかは、めちゃめちゃ片言イングリッシュで頑張ってました。さっきからいっぱいゲストいただいてて、ありがとうございます。ハトちゃん、だるまありがとうございます。今いっぱい。ありがとうございます。クロワンさん、0577さん、足短いキリンさん、ありがとうございます。オンフックさん、さあちゃん、ラブ太郎さん、いっぱいありがとうございます。あ、あれつけないと、テロップ。ハトちゃんはタコいっぱいありがとうございます。これね、タコを、タコがいっぱいもらった人も最終審査に行けるみたいなので。何にしよう。うーたんさん、あらかわいい。ありがとうございます。2回目、ありがとうございます。タミーさん、こんばんは。はじめまして。ありがとうございます。あ、これを、なんて書こうと思ったんやったっけ。なんて書こうと思った。あ、そうや、大阪出身。あ、全然出えへんかも。大阪出身。大阪、あ、全然出えへんの。大阪出身。もういっぱい。クロワさん、ゆまちゃんなら配信関係なく最終審査に行けるよ。行くつもりです。行くつもりで頑張ってます。この配信がダメだとしても、でもダンスも歌も頑張ってるので、いい結果になるように頑張ります。ほんまにそうやって言ってくれることがほんまに嬉しいです。よかったら、これちょっと今からホワイトボード書くので、スクショして、ハッシュタグつける。
ハッシュタグ、ゆわちゃん。で、カタカナ、カタカナ、いわちゃんで。ツイッターやってくれたら嬉しい。ああ、だるまも、ありがとうございます。ラスカルさん、だるま、ありがとうございます。うわ、すごい、ありがとうございます。すごい。あと、5,544分。結構、空いちゃった。さっきご飯食べてましたよ。この、さっきの配信の間。今日は、餃子と八宝菜とお米食べました。皆さん、晩ご飯何食べましたか？ご飯美味しかった。おふくさん、カツカレー食べた。いいな、カツカレー美味しそう。カツカレー。金太公園さん、ご飯まだ。ご飯まだですか？もう9時20分。結構、遅い時間も、皆さん、ちゃんとご飯食べてくださいね。高地さん、9時までしかできない人多いから、呼び込むチャンス。ほんまや、チャンス。ちょっと、スクショ。これ書いて。フォロー皆さんありがとうございます。よいしょ。ランガさん、初見です。ありがとうございます。18番のイワちゃんです。16歳。ダンス11年以上。やってます。ほんまに今、ボイストレーニングも。ハロー、ありがとうございます。ハロー。英語、喋れるようになったら、英語の勉強ほんまに頑張ります。これタコ書いたら、タコ、下手やねんけどな。1、2、3、4、5、6、7、8。タコは足8本やから。よかったらスクショしてください。今書いたので。いけるかな？スクショしてよかったらツイッターとか拡散してほしいです。ほんまに今せっかく16歳だから、カズさん、なんか足多く見える。 でもタコって足8本やろ？1、2、3、4、5、6、7、8。ちゃんと8。ちゃんと8です。あの服さん、バチバチバチ。もう、めっちゃ苦手なんですよ。ハッチさん、照れてる、照れてるか。メロンパンさん、コメントありがとうございます。STU のミュウちゃん似てますね。ちょっと私の勉強不足でミュウちゃんがわからないので、ちょっと調べときます。エイサクさん、こんばんは。ナタリーさん、5時からのに続いて見てますよ。ありがとうございます。ハッチさん、マジか。でも、そうやってコメントいただいてるから、そういうのは、やっぱり参考にさせていただきます。ライガさん、私はインドネシア人だよ。インドネシアから見てくれてるんですかね。インドネシアって何語かな？でも自己紹介難しい、英語。Hello, I'm おばちゃん。16 years old.
難しい。てか、ハッチさん。ST48 研究生、カジミューちゃん。そう。ありがとうございます。あんふくさん、明日以降って大体何時頃に配信しますか？明日は、一応、ちょっと、ルーズリーフに書いてる。明日は、朝の10時から11時で、夜は9時から10時でやります。でも、学校が月曜日からまた始まるので、どうやろう。でも、大体、一回、5時、6時、どうやろう。でも絶対必ず9時、10時はするつもりです。ハチさん、3期研究生だった。そうなんや。アキトさん、こんばんは。ありがとうございます。おふくさん、わかりやすい配信時間。よかったら明日も見に来てください。デリマカシ、どういうこと？ちょ、調べます。日本語もわかる。あ、やったら、ちょっと私も、まだまだ全然英語喋られへんから よかった。よいしょ。テレマカシ。あ、テレマカシ。ありがとうって意味なんや。オレンジさん、こんばんは、ありがとうございます。ヨッシーさん、初見です。ありがとうございます。テレマカシ。ありがとうって意味なんや。ラムさん、今は日本で住んでいるから。あ、そういうことです。なるほど。キラさん、こんばんは、ありがとうございます。今、18位ですね。頑張ろう。頑張ります。ハチさん、ギフトありがとうございます。ラスカラさんもだるま。ありがとうございます。ネモネモさん、こんばんは、ありがとうございます。18番の岩ちゃんです。前、この書いてるんですけど、9期のオーディションを受けて、その時になんか、日記っていうか、振り返り書いてたので、なんかちょっと、読んでみてもいいですか？初めて見る世界、景色やった。ペンライトが、視界、全部広がってた。これがなんか、自分の目指す世界なんやって思った。なんか普段ダンスばっかやってるけど、なんかその時に、普段はかっこよく見せるとかの意識が多いんですけど、アイドルのステージやったから、こんなキラキラアイドルのステージでペンライトの景色っていうのが初めてで、その時めっちゃ鳥肌立って、もう、うわーって思って。でもこれがなんかほんまに、これを仕事にできるようになりたいって思いました。ハチさん、18位の18番、もっと上げたい。もふくさん、ちゃんと記録残してて偉いね。ありがとうございます。どうも、私がどうも、ドームに連れて行くって書いてます。で、渚さんがこっち見てくれた時に心持ってかれて涙出そうだったって書いてました。JMH7 屋さん、あ、さっきコメントくれてた方、君は選ばれて NMB48 の1位になれると思うよ。嬉しい。ほんまに頑張ります。居眠り
リオジさん、こんばんは。台湾いのりさん。Hello, I'm from Taiwan. Nice to meet you. Thank you. Nice to meet you too. 台湾イコール台湾。台湾だって台湾。今日英語の授業してんけどな。いやー、なんかほんまに、この前から、今回 NNB、大阪から世界へって言ってるけど、ほんまにこの、から2022年の夏に、世界に行くって言ってます。なんかさ、JKT48 していますか？ジェカルタ48ですかね。ルネット。さ、ハローサム。インドネシア、インドネシアの方二人目かな。ヒゲジ、しんちゃん先生、可愛いかと思ったら横顔は美人だね。嬉しい、横顔。横顔。でも、歯はやえば。ルカオさん、はじめまして。ありがとうございます。でも、74さん。すでに日本国外からもファンの支持を得ていますね。本当になんか海外の方、台湾、インドネシアとかコメントいただいて本当に嬉しい。ハチさん、世界ツアーやるんかな？やりたい。まだ海外行ったことなくて、私。海外に行ってみたい。学校のなんか留学プログラムとかでセブ島とかもあったんですけど、今回オーディション？受けさせてもらってるので、ちょっと答えが出せずにいきます。オオカミちゃんさん、はじめまして。ありがとうございます。台湾、インドネシアとカナダ。カナダは英語か。お母さん、可愛すぎてやばい。もう嬉しい。ほんま、そんな可愛いなんて、ほんまに嬉しい。オンフックさん、単語帳って何使ってる感じ？英単語帳はあんま見てないかも。多分、チャンクで英単語ってやつで、多分普段勉強するときは学校のなんか指定のアプリを入れて勉強してます。どんぐりころころさん、頑張ってください。ありがとうございます。でもさん、その割に、誰も一人、クアラルンプールに、ネルビメンバー移籍行かない。最近移籍ないですよね、多分。あ、ライトつけたい。ライトつけた方がいい感じ。Hello, do you know Taiwan? Yes. I know. I want to go to Taiwan. I like Taiwanese food. 合ってるかな？小籠包。I like 小籠包。中国語は、なんか、わからへんかも。私は、みたいな。しかわからへん。マサさん、こんばんは、2回目、ありがとうございます。なんかさ、大阪、私はよくそこに行きます。大阪、よく来るんですね。私は、今、ここ2年生なんですけど、学校帰りにユニバ行ったり、ヘップ梅田一帯とか、かな。でもあんまり遊ばへんかも。学校に残っておしゃべりばっかしてます。はじさん、推しが KLP ポテトに移籍します。カイココアちゃん。ココアちゃんかな。カイココアちゃん。9時半、もう30分もない。カイココアさん。ヤシさん、こんばんは。ありがとうございます。カイさんは、進んでクアラルンプール移籍オーディション面接受けたよ。あ、そうなんや。海外。
すごい海外行ってみたい。え、ショートカット。かわいい。高地さん、STU48。ん？音福さん、いつもだいたい何時頃に寝るの？何時やろう。ほんまやったら、10時とかに寝たいんですけど、ダンスとか行ってたら、だいたい12時ぐらいで、昨日は1時過ぎとか、ほんまに遅い時とか3時に寝て、7時に起きてとかで学校行ったりします。台湾のりさん、I'm glad you know シロップ can speak little Chinese。 いや、ほんまに英語喋れたらいろんなこと、なんか会話できますよね。高尾さん、毎度ありがとうございます。ゆっちっちさん、こんばんは、ありがとうございます。安原子さん、ピカピカ、ありがとうございます。皆さん、ギフト、ほんまに、ありがとうございます。高尾さん、学校で寝ればいいよ。知らんけど。いや、学校で寝てます、ほんまに。寝ていいんか知らんけど。でも、勉強。ほんまに今日もめっちゃ寝て。誰もありがとうございます。もう学校いっぱい寝てる、ほんまに。多分あかんけど、テストだけ頑張るみたいな。テスト一週間前、やらへんの。ま、テストの前日に課題、うわーってやって、テスト、なんとか取れてる感じです。ハチさん、よくはないな。よくない。もうあかん。お母さん、先生によう言うといたろ。言っといてください。ほんまに。ほんまに、あんま寝るのよくない。でも寝てへんかったら、ほんまにちゃんと授業聞いてたら勉強できるから。Are you good at singing and dancing? Yes, I'm good at dancing. Girl is hip hop jam. オフク、どんな教科が一番苦手？数学。数学と理科が苦手です。科学のなんか計算とかがダメ。計算めっちゃ苦手。でもさ、アイドルになって高校留年。高校はちゃんと卒業して、大学も行きたいと思ってて、経営経済とかのジャンルも興味あったり、小さい子が好きやから、教育、保育とかも興味あります。もう小さい子が大好きです。赤ちゃん大好き。なんかさ、私には日本人の友達がいて、彼はインドネシア語を学んでいます。本当に面白いです。インドネシア語。ちょっと調べようかな。インドネシア語。お母さん、好きな教科はお昼ご飯の時。好きな教科ほんまにお昼ご飯。昼休み。休み時間のお菓子が一番大好き。ほんまにそればっか。高校入ってお菓子 OK になるじゃないですか。もうそれでみんなと一緒に食べて。オンフックさん、科学は教える先生によって全然わかりやすさ違うから、自分に合うもの見つけてね。ほんま、科学難しいから友達に聞いて。あ、教えありがとうございます。友達に聞いて勉強するか、ほんま。最近は、携帯アプリとか、動画見て、勉強してますね。はちさん、お昼ご飯のために頑張ってます。Which song is your favorite? NMB やったら、Oh my god。かな。でも、好きだ虫も好き。去年？おととしいっぱい聞いた。あちさん、お菓子 OK なんや。ジェネレーションギャップやな。お菓子ダメなんですかね。
私の学校はお菓子も OK。学校にアイスとお菓子とジュース売ってて、あと、購買もいつでも買える。基本的に買えて、いつでも食べれます。唐揚げとかコロッケとかお弁当とか、ほんまダッシュして購買、わーって 買いに行きます。ワンホックさん、アイスはなかったな。セブンティーンアイスもあるし、なんていうの、コンビニで売ってるようなアイスもあります。アイス、ほんまに買っちゃう。ごめんね、チャイさん。初見です。ありがとうございます。ゆあちゃんです。18番の、高校2年生、16歳。ダンス頑張ってます。あと、ボイストレーニングも頑張って、空手も始めました。筋肉があります。はじさん、あ、購買があった。購買。ま、購買ばっか言ってる。けど、お昼は、ママが作ってくれたお弁当を食べてます。マホックさん、菓子パンとか食べるの朝食べたり。最近朝は、お米とお味噌汁と、作ってくれたおかずと、あと、ほんまに今、いちごが大好き。いちごばっか食べてる。いちご大好き。ニコルさん、こんばんは。ありがとうございます。はじめまして。ありがとうございます。あなたの年齢は、私の年齢からそれほど遠くありません。私は19歳。19歳やから。3つ差。ええー、すごい。近い。嬉しい。ナンシのボンベさん遊びに来たよ。ありがとうございます。やったー。ハッチさん、料理できる感じ。料理はできない。料理もできひんし、洗濯もあんましたことない。でも料理は、ダイエット頑張るぞってなったら、自分で、鶏胸肉とか、こう、なんていう、茹でたりとか、自分で味付けしたりとか。できんことはないかな。タカジンさん、タコギフト7位だね。1位目指す。1位頑張りたい。皆さん。ほんまにタコいっぱいくれてありがとうございます。おふくさん、いちごおいしいよね。いちご、ほんまにおいしい。毎日いちご。朝、なんで起きるかって、いちご食べるために起きてる。キッチンさん、お湯を丁寧に沸かす。大事。一番大事。でもカップラーメンはあんま食べへんくて、カップラーメンは苦手なんです。好きな、あ、タコ、ありがとうございます。タコジンさん、タコ、ありがとうございます。ナシのゴンベイさん、バラとタコ、ありがとうございます。ラスカルさんも星、ハチさんも、ダルマ、いっぱい、ありがとうございます。あちさん、起きる理由。いちごのために起きてる。いちごほんまに美味しいから。いちご大好き。いちごも好きやし、あとヨーグルトとバナナに蜂蜜かけて食べるのも好き。で、スモークタン。コンビニ、学校でなんか残ったりするときは、ほんまにスモークタンばっか食べてて。スモークタンが一番好き。ピロピロ、ヒラシタン。名前似てる。ピロピロヒラシタン。ありがとうございます。桃太郎さん、タコありがとうございます。インドネシアの方も、ダルマありがとうございます。嬉しい、ありがとうございます。いっぱい。皆さんもっと長時間やられてるんですかね。と今、明日もいっぱい、明日はこの10時から、朝11時までと、夜の9時から10時までの予定なんですけど、明日もレッスン、ダンスレッスンを2つ別の場所を受けに行くので、ちょっと長時間ができないかもしれないんですけど。頑張るので見に来てください。アキシさん、ハト。
シャワさんお疲れ様です。皆さんもお疲れ様です。よしくん、はじめまして。ありがとうございます。オンフックさん、ハードスケジュールで大変ね。大変じゃないです。こんな、今いっぱいダンスできることがほんまに幸せで、なんか、ボイストレーニングとか、空手とか、頑張るのが幸せです。ほんまに大好きなので、ダンス踊るの大好きから幸せです。カナさん、こんばんは。ありがとうございます。ピロピロさん、レッスン場からダンス配信できないかな。どうやろう。どうやろう。でもそのスタジオ1個はもう10年以上通ってる。ダンス始めたスタジオなので、どうかな。高尻さん、日曜日もゆっくりできないのね。日曜日。日曜日。選手もダンスイベント出てたりとかしてましたね。オンフックさん、水分補給は何を飲むことが多い？水分補給はお水か麦茶。けど、最近はブラックコーヒーとか飲めるようになった。タスクさん見つかるには長時間とか回数多めとか配信した方が良くないかな。確かに。ちょっとまた、この今日今言ってるのは、これなんですけど、また、ちょっとできそうなタイミングで急に始めるかもしれないので、皆さんよかったらフォローしてください。ピロピロさん、広いところで思いっきり踊ってるとこ見てみたい。お見せしたいです、本当。ちょっと、やる方法を考えてみます。ほんまに見せたい。ダンス頑張ってるからこそ、見てもらいたいです。ハチさん、了解。ありがとうございます。フォローして、皆さん待っててください。私のゴメさん、応援してる。ありがとうございます。皆さん、ギフト、ありがとう。のぶ太郎さんも、ありがとうございます。タコ。この特別なね、今回、のイベント特別なタコが大事なランキングでもあるので。あと8日。もうあと8日なんや。1日目あっという間やった。タイマイネルさん、ダンスは汗かくからミネラルウォーターも補おうよ。お水大事ですね。でも、まあ結構水飲むようにしてます。水大事。もう今日めっちゃ筋肉痛。昨日も空手、1時間半ぐらい、ほんまに、パンチパンチ、キックキックしてたから、めっちゃ筋肉痛。たかちんさん、そんなにダンス自信あるよね。ダンスは、でもアイドルはダンスできて当たり前な部分でもあるから、その中で、私が頑張ってきたガールズヒップホップっていうのを、なんか私の魅力として、ダンスやってて自信あるのはなんか表情っていうか女の子っぽいダンスなので、そういうのは意識して曲の雰囲気とかも感じ取って踊るようにはしてます。ナンバーワンさん、こんばんは。ありがとうございます。玉井のりさん、歌はダンスのように自信ある。歌は自信ないけど、でも今ボイストレーニング頑張ってるし、でも歌うのは好きです。歌うのは大好き。カラオケも行くし、一応フォークソング部、もうほぼ軽音部なんですけど、やってるので、歌うのは、まだ披露とかもしたことないけど、一応フォークソング部、ギター、ボーカル、やってます、一応。タレパさん、久しぶり。さっきぶりですね。ありがとうございます。ハチさん、ヒップホップダンスとアイドルのダンスをミックスして個性にしよう。そうやってなんか言ってくれるの嬉しい。頑張ります。本当にコメント、すごい元気になる。ナナシのガンベイさん、ダンスも歌唱も両方頑張ってるんだね。オーディションに向けて頑張ってます。カジスさん、めっちゃ活動して、いろいろ活動してるね。そうです。昔からほんまにアイドルになりたくて頑張ってきました。
高照さん29番ちゃん、覚えてくれてる。高照さんは私も覚えてます。嬉しい。ありがとうございます。誰かさん、あやみさんと呼べる日来るかな？来てほしい。頑張ります。あちさん、格闘技も好きな。格闘技をなんか見たりとかはしないんですけど、ちょっと空手かっこいいなと思って、あと痩せるって聞いたので、ちょっと、こう、何？こう、パンチする何？こういう、こういうやつとか、ジャンプしてやったりとか、こう、受ける、パーンっていうの。4回キックして、飛んでジャンプ、キックみたいな、やったりしました。歌はダンスほど自信ないけど結構やってるみたいだね。ダンス&ボーカルユニットで、そのボーカルしながら踊ったりとかもしてたので。だったらいいな。やっぱさ、あやみちゃんがパトロールでここ来たかな？来てくれてたら嬉しい。サンドバッグ、それだ、サンドバッグ。あ、ハート、ありがとうございます。サンドバッグ、そう、サンドバッグに、もう、このパンチ、ジャンプパンチを1分するっていうのを4セットぐらい、1分以上、何分やってたかわかんないけど、いっぱいやるっていうのをしてました。金さん、はじめまして、ありがとうございます。18番のゆばちゃんです。ハチさん、切られた。切られたい？絶対痛い。この筋肉ムキムキなのに絶対痛いですよ。シロちゃんさん、パンチされるかかしになりたい。皆さんなんか、蹴られたりとか、パンチされたりとか、ほんまに気がするぐらい力強いです。ゆばちゃんのサンドバッグにされる蹴り握手券、何枚ですか？何枚なんやろ。そんな、もう、ほんまに痛いと思う。そう、だから力こぶがあるのか。力こぶ。もうまた、なんかゴリゴリ岩ちゃんみたいな、ならへんかな。ほんま、筋肉、強め。あ、AKB 侍じゃん。また来た。ありがとうございます。また来てくれた。さっきぶり。タイパさん、NMB、攻め会で肩たき、あれが、エヴァちゃんに肩助かれて、ほんまにこける ほんまにこけるぐらい強い。0573。前髪かわいい。ありがとう。前髪結構重めなんですけど。ピラピラさん、ゴリゴリエヴァちゃん。もう、ハッシュタグゴリゴリエヴァちゃんでいきます？前髪褒めてくれた。嬉しい。イェイ。AKB さん、肩もみで肩壊された。ほんま、グイって。ハチさん、腹筋なら自信あるから、試して。毎日笑ってたカチカチの。私もめっちゃ笑ってるけど。でも、ちょっとブニブニ。ちょっとブニブニやな。ハチさん、変なキャラがついてきて、ほんまに、変なキャラがついてきてるよ。バディーズ、ノーサさん、こんばんは、ありがとうございます。タイマーいのりさん。後ろの付箋は何ですか？これは、さっきの、5時から9時半ぐらいの配信で、ランキング上位6名の方に書かせていただきました。メッセージを。AKB 様さん、肩叩きいかんとな。ぜひ、私がメンバーになったら来てください。ハチさん、ハッシュタグいいね。ゴリゴリ岩ちゃん、ほんまにいいと思ってます？タコはヒョウ柄もあるけど、両方いいのかな？ヒョウ柄、あ、ヒョウ柄がいいみたいです。ヒョウ柄がいいみたい。NMB のコラボのタコになってるみたいです。南光さん、ショールームさん、こんばんは。はじめまして。ありがとうございます。マジさん、初見です。初見じゃない。さっき来てくれた。ありがとうございます。ショールームさん、かわいいね。ありがとうございます。タレパさん、ハッシュタグ決まったん？さっき1回目の配信で、なんか私が考えてきた、なんか、1位になりたいと思って考えてきたんですけど、ちょっとゴリゴリ岩ちゃん、みんなハマってるみたいなんで。
ゴリゴリ岩ちゃんにしてもらう。これちょっと、でもあと6分しかない。あと6分しかないけど、投票しよう。投票、どうやってやるのか。1がゴリゴリ岩ちゃん。2が違うやつ。あ、これでも、投票終わらしちゃった。これどうやって止めたらいい？わからへん。あ、できたできた。投票やりたかった。その番号はどこでもらえましたか？そのオーディションで決まったやつです。マッチューさん、こんばんは。AKB 三昧さん。ゴリゴリやからやめとくか。壊されそう。壊さへん。ゴリゴリ岩ちゃん、それゴリラです。これ、それゴリラ。話のごめんさ。ニコしか送れないけど、ごめん、ごめんねじゃない。ほんまにありがとうございます。ニコリさん、話のごめんさん。タコ、ハートありがとうございます。本当にありがとうございます。投票数ゼロ。なんか終わらしちゃった、すぐ。1番は何？ 2 番は何？ もうすぐ終わらしちゃった。1番が ゴリゴリ岩ちゃんで、2がその他。で、もう一回やってください。1がゴリゴリ岩ちゃん。2がその他。ゆういちさん、初見です。ありがとうございます。あごたさん、こんばんは。まさなりさん、ちらら、ありがとうございます。はちさん、リトライしよう。今、リトライ中ですね。はとちゃん、ゴリゴリ岩ちゃん、ちょっとゴリラと岩出てる。絵文字、確かに絵文字使えるのか。まちさん、1ゴリゴリ。その他は決まった。その他はまだ決まってないかな。よかったら皆さんもコメントで教えてください。テレパさん、うっほい、岩ちゃん。うっほいじゃない。ゴリゴリはそれじゃないもん。ランディーザウルスさん、こんばんは。ありがとうございます。まさのりさん、かわいい。ありがとうございます。ハチさん、1以外不可。ゴリゴリ、岩ちゃん、わらしてる。そら、笑っちゃう。シャロムさん、どこでオーディションありましたか？大阪の NMB のオーディションです。STU はゴリオパワーというメンバーいるよ。本当ですか？あ、よし。終了。あ、もうゴリゴリ岩ちゃんや。ゴリゴリ岩ちゃんに決まっちゃった。じゃあ皆さんよかったら、今からスクショタイムするので、ハッシュタグ、ゴリゴリ岩ちゃんで、ぜひ、反対。ゴリゴリ岩ちゃん。ちょっと、書き直す。あともう3分しかない。皆さんめっちゃ笑ってる。圧倒的にゴリラ。ゴリは。やばい。なんか私もゴリラみたいなイメージついちゃう。確かに学校ではうるさい、うるさい系やと思う、うるさい。やばい、あと2分しかない。そう、今回ランキングできへん。ランキングありがとうのメッセージ書けへんかも。すいません。皆さん、ありがとうございます、本当に。バラエティ性、もう20枚。またね。ゴリゴリ、岩ちゃんインパクトあるけど。スクショしたりしてほしい。ちょっと待ってくださいね。急いで書く。ほんまにこれでいいのかな？ あ、ランキングぜひスクショしててください。スクショよかったらしてください。ゴリゴリの やばい。
ゴリゴリやん。こんなゴリゴリやと思ってんかった。皆さんまたね、台湾稲荷さん、ゴリゴリというアングルとの、なんか、私がさっき筋肉見せた時にゴリゴリやって言って、ゴリゴリ岩ちゃんになっちゃった。カタカナかい。カタカナにしちゃった。面白い。皆さん、配信お疲れ様。また明日、朝10時からやるので、また明日来てください。配信ありがとうございます。ゴリゴリ。ありがとうございます。また違う話になっちゃう。握力は、でも握力言うて28、9とかです。ありごり、ありごり、もうゴリ、岩じゃない。ゴリラじゃないですか。皆さん、タコもギフトありがとうございました。10時になったので、おやすみ。